続きまして、ラジオネーム自然になりたいさんからです。うん、ありがとうございます。ます田中さん、ゲストのコーナーさん、こんにちは。お二人といえば、他の作品でも共演が多いですよね。うんうん、そんなお二人に質問なのですが、うん、お互いに初めて会った時の印象と、今の印象を比べて変わったなぁ<ー>と思うところはありますか<ー>といただきました。 でも初めて会ったのはいつなんだろうねうん、うん、でもほんとたちが私がデビューしたすぐぐらいかもしれないえ本当えー、でもデビューさたぶんより1年ワわぐちゃんたち上なのよねあれそうかそうなのあれなんか、ね <laughs>

時期ぐらいの感じだった気がするそうなんですよ、うん、でもやっぱり私からしたらみなみちゃんもアイドルだからそうなのもうでしかもなんだろうめちゃくちゃさライブとかも私見るの大好きだからなんかほんと曲をさ体で表現してるみんなを見てもなんだろうあっしゃべっちゃいけないなくらい思ってたの。 本当に嬉しい <laughs> マリンカみたいな可愛い子に言われてあって幸せっすよこの思いをこうやって伝えられるって本当ワグナーのみんなごめんな。<laughs> <laughs> 私に今ねちょっと大事な時間使わせてもらっててほんとごめんって思うけどすごいね嬉しいだって今も思ってますアイドルっていうのはね今も変わらない逆にいや嬉しいなそれはそれはねなかなか私はマリンカ最初会った時もほんと顔もちっちゃくてお目目がパッチリしてて でもうスタイルもよくてもう本当にもうなんかほんい可愛い、えー、可愛いなって思ってたどうするの私このあと死ぬの。 ってごらんよもうほんとはわわってなるからでもやっぱりこういろいろお話ししてみるとやっぱオタクな部分がねそうあるからそのギャップがねまたねわあすごいこんな可愛い子もこうやってゲームとかすごいハマっていろんな濃密なお話ができるんだって思ってやっぱりねだからそのギャップがすごいへー嬉しいもう嬉しいんだけどなんか本当 今もね常に思ってるよちょっとファンの一員だからさ、うん、一線を越えちゃいけないっていや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 いいんだよいいんだよマリンカいいんだよこっちの世界に来てくれよもうほんとマグちゃんの中で、ね、もうマリンカもアイドルですからほんとにねもうみんなでマリンカかわいいみたいな感じでパンフレット見ながら <laughs> フェスのパンフレットか見ながらマリンカめっちゃかわいい,やい,やい,やい超似合うじゃんこの衣装って。いやいや <laughs> ねえ、もうそんな感じでね。みんなで色々ね。マリンカもライブに来てくれたりもしてるしね,<ー>ね。ユーフォリアとしてもね。なんか色々作品としていろんなイベントとかもね。またね。ね<ー>できたらいいなってそうなの。うんうん、ぜひあの有言実行というからには、うんうん、ユーフィーと絡んだ。ディーンとか<ー>はいリズルカとかぜひよろしくお願いいたします。お,お願いします。オッケーマーク出ました。<ー>ありがとうございます。ーえー、この番組では引き続き皆さんからのメールお待ちしてます。